さあ始まりました LE ピクチャーズです。今回も海の始まりについてですね、考察していこうかなというところなんですが、まあ恋のおしまいですよね。がちょっと自分の中でもまだね整理できていなくて、いろんなこう感情を湧き起こしてというか呼び起こしてもらったなという思いがありまして、まあ恋のおしまいについてですね、2回目の動画投稿かなになると思うんですけれども、見ていきたいなと。でね、やっぱりこの恋のおしまいであったり海の始まりという作品ですね、まあサイレントもそうだと思うんですけれども、まあダブルミーニングと言いますか、一つの言葉をいろんな角度で見ることによって違う意味にも聞こえたりとか、違う意味にも取れたりとか、そういうね効果があるし、それをやっぱり意図的に演出されてるなーっていうのは結構ね、いろんなこのワードで感じる部分なんですよね。まずですね、恋のおしまいというね、このおしまいというワードなんですけれども、おしまいっていうのは絵本でね、よく使われるワードですよね。おしまいっていう風に最後に締め方をすると思うんですけれども、水木と角さんは図書館で勤務していますよね。なので、絵本の読み聞かせとかもね、子供たちによくするんですよね。そこでやっぱりこう絵本の喋り口調と言いますか、絵本でよく聞くこのおしまいっていう言葉を持ってきたと。恋の終わりとこのね図書館で勤務している二人だからこその特別な意味みたいなところでダブルミーニングとして引っ張ってきたというのが、なんかもうねいいですよね。センス感じますし、おしゃれだなと、やっぱり言葉遊びじゃないですけれどもね、日本語っていろんな言葉、一つの言葉でもいろんな意味がありますし、まあそういった効果を用いたっていうね、ことでもありますよね。そんな水木はですね、おしまいというふうに、結んだ恋。でもですね、靴紐を結び直すために先行っててというふうに角さんに水木は言われていましたよね。ベンチに腰掛けた角さんの背中にそっと水木はもたれかかっていました。冒頭の靴紐を結び直しながら角を待っていたところと合わせて、水木の心がそこでね、反映されているなと、表現されているなっていう場面でしたね。第6話で描かれていた大学時代の水木は夏と並んでね歩いていたところから前に踏み出してですね、ゆっくり歩いてきてというふうに靴紐を結び直していました。まあ、ここなんかもですね、かなりリンクさせていますし、この何気ないこの日常の一動作なんですけれども、まあその後とか、まあその後ろとか前後をこう比較してみると、同じ意味なんだけれども、別の意味というか、二つの意味がかかって見えたりとかね、そういう受け取り方もできるし、いろんなこうね、隅々までチェックすることによって世界観がより大きくなるというか、違った世界が見える。違った景色がその目に宿るっていうような受け取り方できますよね。水木と角さんの恋のおしまいをですね、対照するかのようにですね、夏と弥生の恋の始まり。このね、意味のね、深さ、秀逸ですよ。秀逸の始まりですよ。はい。めちゃくちゃ秀逸ですし、この本編と特別編のこの相互関係といいますか、どちらか一つを見てもなんかこうしっくりこないとかね、心にちょっとこうモヤモヤが溜まったみたいなところも、まあ特別編を 見たりとかね、本編を見たりすることによって両輪でちゃんとこう前に進んでいけるみたいな、その映像の演出ですよね。またね、水木がねこのおしゃれをするというところで100均で買ったペディキュアをですね塗っていた描写があったんですけれども、もう恋の終わり、おしまいをですね、まあ、感じるとともに覚悟を決めるとともに落とすんですよ。それでまた余っちゃったなっていうところで、だいぶ余っちゃったのか、結構ねこのペディキュアが余るんですよね。ちょっとしかつけてないので、そこで余ったところもなんかこう切ないですし、胸がね締め付けられると言いますか、いや苦しいと、助けてというような心情に陥りましたね、あそこはね。そこでですよ、そこでまたね、夏の描写に変わって、夏が弥生に電話をかけていてね、何してますかというふうに夏は聞くんですよね。そしたら弥生はペディキュアをしているというこの対照性ですよ。終わりに向かっていくこの水木に対して、始まり、どん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 この
まあ、物語が紡がれていく弥生というこの対称性、ただ弥生にとっても水木が羨ましかったりだとか、自分が持っていないものを水木が持っていたりとかっていうのをするので、まあ、本当にこうないものねだりみたいなね、それぞれの、まあ、この幸せであったり価値観であったりとかね、持っているものがあったりっていう中で、まあお互いがお互いをこう羨むじゃないですけれども、まあ、水木はねこの弥生に対して、そこまでねこのまあ捉えてなかったので、存在を認知してなかったのであれですけれども、この作品はやっぱり対称性ですよね。やっぱり一つだけじゃなくて、この二つの描写をうまく組み合わせて、まあ、それを視聴者がしっかりと感じ取って、認識として刷り込んで、そこでなんかこうじんわりと広がっていくみたいなね、心のパレットがこうじわーっとこうね広がっていくみたいなのがありますよね。水木がね角さんを断るときに、このお父さん、海のお父さんとして考えてしまうのは申し訳ないっていう思いと、女の恋は上書き保存というふうによく言われるけれども、実際は別ファイルなんだよと、海がいるから別れた夏のことを絶対に忘れられないから、この申し訳ないっていうね気持ちから角さんに対して断りを入れるという、この表現ですよね。別ファイルなんだよって、いや悲しいね、めちゃくちゃ悲しいんですよね。ここのね、ここの表現もね、なんかこうファイルというね表現用いてますけれども、まあ、いろんなこう意味が含まれてるなーっていうのがありますし、まあ、いろんなこの複数のね意味があるっていうのが、よりなんかこう感傷に浸らせてくれると言いますか、なんかこう言語化できないような気持ち、感情になりますよね。登場人物ね、みんなこう自分の感情とか思いだけで動かないんですよね。相手をちゃんと気遣って、相手が今どう思ってるかとか、そういうね意思を汲み取って自分の行動を決断してるというか、選択を選び取ってる、取捨選択してるとかね、えなんかそこが苦しいと言いますか、全員がこう傲慢じゃないからこその余計こう複雑になって絡み合ってね、えがんじがらめになってどん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 こう心がすさんでいくと言いますか、疲弊していくっていうこの現象ですよね。そこがね何とも言えないというか、何とも言い難いと言いますか、この作品の美しいところでもあり辛いところでもあるのかなというふうに思いましたね。はい、ということで今回はですね、いろんなこの言葉の意味ということで、まあ、ダブルミーニングであったりとかね、角度を変えてみることによって、違う言葉のニュアンスにも受け取れるよというようなお話をさせていただきました。日々ドラマ映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。